理石文学に9回目のオンライン授業を始めます。今回はユークリッド空間の変換に対して定義されるヤコビアンというものについて解説します。まずユークリッド空間の変換について簡単に説明します。二次元のユークリッド空間の変換とは、R2 の点 XY に対し、R2 の別の点 UV を対応させる写像のことです。これは一般に2つの二変数関数を用いて、U イコール FXY、V イコール GXY と表せます。特に FXY イコール A1X プラス A2Y、GXY イコール B1X プラス B2Y のとき、ベクトル UV イコール A1、A2、B1、B2 を成分とする行列かけベクトル XY と表すことができます。これは線形代数で習った R2 の一次変換と呼ばれるものです。3次元のユークリッド空間の変換とは、 R3 の点 XYZ に対して R3 の別の点 UVW を対応させる写像のことです。これは一般に3つの三変数関数を用いて、U イコール FXYZ、V イコール GXYZ、W イコール HXYZ と表すことができます。特に FXYZ、GXYZ、HXYZ が定数項のない一次式で表される場合には、ベクトル UVW が係数を成分とする行列かけ XYZ、と表すことができ、これは R3 の一次変換と呼ばれるものになります。次にヤコビアンについて説明します。二次元の C1 級の変換を U イコール FXY、 V イコール GXY とします。ここで C1 級の変換とは、 FXY と GXY が C1 級の二変数関数であるということです。この変換のヤコビアンというのを次のような記号で表します。分子がラウンド D の UV、分母がラウンド D の XY となっています。しかしこれはこれ全体が一塊の記号です。これをこのように UV の変動関数を成分とする二次の行列式として定義します。1行目がU の X と Y に関する変動関数、2行目が V の X と Y に関する変動関数となっています。次に3次元の C1 級の変換 U イコール FXYZ、 V イコール GXYZ、 W イコール HXYZ のヤコビアンというのをこのような記号で書いて、UVW の変動関数を成分とするような3次の行列式として定義します。1行目は U の XYZ に関する変動関数、2行目は V の XYZ に関する変動関数、3行目は W の XYZ に関する変動関数となっています。今ヤコビアンを天下り的に定義しましたが、このヤコビアンの図形的な意味について今から説明します。まず2次元のヤコビアンについて考えます。これは変動関数を成分とするような行列式として定義しましたので、 R2 上の関数となってますが、これの特定の点 AB における値の意味について考えることにします。そこで AB を端点とするような微小な長方形を考えます。そしてこの長方形の X 方向の長さを H、 Y 方向の長さを K とします。点 XY がこの微小な長方形の中を動くときに、点 UV は R2 の中の微小な部分を動くことになります。そしてこの微小な部分の面積をデルタ S とします。この時ヤコビアンの AB における値というのは、微小な
長径が写される微小な部分の面積デルタ S を元の微小な部分の面積 HK で割って HK を00にした極限となるということです。次に3次元の変換のヤコビアンの空間の中のある特定の点 ABC における値の意味について考えます。そこで上と同様、ABC を端点とするような微小な直方体を考えます。そしてこの直方体の X 方向の長さを H、 Y 方向の長さを K、 Z 方向の長さを L とします。点 XYZ がこの微小な直方体の中を動くときに、点 UVW というのは R3 の中の微小な領域を動くことになります。そこでこの微小な領域の体積をデルタ V とします。ヤコビアンの ABC という点における値というのは、この微小な直方体が移される微小な領域の体積デルタ V を元の微小な直方体の体積 HKL で割って HKL を000に近づけた極限と一致するということになります。それでは今ヤコビアンの意味について説明したことの証明の概略について述べます。まず2次元の変換のヤコビアンの場合です。 R を点 XY と点 AB の距離として R が0に行く場合を考えます。 U は FXY と定義していました。そして FXY は C1Q と仮定してますので、これは X と Y に関する一次式プラススモール O の R という形で表すことができます。同様に V は GXY として定義されてましたが、これも X と Y に関する一次式プラススモール O の R という形で表すことができます。簡単のため U0 イコール FAB、V0 イコール GAB と置きます。するとベクトル UV はベクトル U0V0 プラス AB における F と G の偏微分係数を成分に持つ行列かけベクトル X-A、Y-B プラススモール O の R という形で表すことができます。ここで誤差の部分もベクトルですので、太文字のスモール O という形で表記してあります。そしてこの赤で囲った部分をベクトル U'V' というふうにして置いておくことにします。すなわち U'V' というのは UV を一次式で近似したものということになります。微小な長方形の端点をこのように A0、A1、A2、A3 と置きます。そして点 XY が A0、A1、A2、A3 の時の点 UV をそれぞれ B0、B1、B2、B3、点 U'V' をそれぞれ B0', B1', B2', B3' とします。このようになります。点 XY が微小な長方形の中を動くと、点 UV は青で示した曲線で囲まれた微小な部分を動くことになります。そして点 U'V' は赤で示した微小な平行四辺形 B0', B1', B2', B3' の中を動くことになります。微小な平行四辺形 B0', B1', B2', B3' というのは B0', B1' というベクトルと B0', B3' というこの2つのベクトルで貼られます。そしてベクトル B0', B1' というのは H 倍の FXAB、GXAB と表されて、ベクトル B0', B3' というのは K 倍の FIAB、
GYAB と表されます。したがって、この微小な平行神経 B0' B1' B2' B3' の符号付きの面積をデルタ S' とすると、線形代数で習ったと思いますが、デルタ S' っていうのは、FX AB FY AB GX AB GY AB を成分とする二次の行列引っ掛け HK となります。そして青で示した微小な領域の面積デルタ S というのは、赤で示した微小な平行四辺形の面積デルタ S ダッシュで近似できますので、デルタ S を HK で割った極限というのはデルタ S ダッシュを HK で割った極限と一致して、そしてこれは上の式からこのような二次の行列式で表されることになって、これは取りも直さずヤコビアンの AB における値ということになります。3次元の変換のヤコビアンの場合も同様です。2次元の変換のヤコビアンの意味について、先ほど説明したことが正しいかどうかをパソコン上のシミュレーションで確かめてみたいと思います。この図で左側の XY 平面上に微小な長方形 A0、A1、A2、A3 が描かれています。そして右側の UV 平面上に描かれている B0、B1、B2、B3 で囲まれた領域というのは、左側の微小な長方形をある変換によって写したものとなっています。そして左側の長方形の点 A0 におけるこの変換のヤコビアンの値は2となっています。また、左側の微小な長方形の面積をデルタ I と表記して、その値は4となっています。そして、右側の微小な長方形がこの変換によって写される微小な部分の面積をデルタ S と表記して、その値は 9.76 となっています。また、面積の比、デルタ I 分のデルタ S というのは 2.44 という値になっています。B1、B2、B3 を一時期によって近似した値を B1' B2' B3' とします。すると、微小な長方形が写される右側の微小な領域というのは、この赤で示した平行四辺形によって近似されるということになります。では、左側の微小な長方形の上の点 A2 を点 A0 に近づけていった場合に、面積の比デルタ I 分のデルタ S という値がヤコビアンの値2に近づくということを観察してみることにします。点の表記をやめておくことにします。では、A2 を A0 に近づけていくことにします。すると、このように、面積の比、デルタ I 分のデルタ S というのが、ヤコビアンの値2に近づくことが、見て取れると思います。はい。では、また最初の状態に戻して、今度は A0 を別の点に移動させてみることにします。はい。そうすると、この A0 におけるヤコビアンの値は 2.52928 となりました。そして再び A2 を A0 の方に移動させてみると、今度もやはり面積の比デルタ I 分のデルタ S というのはヤコビアンの値 2.529 という値に近づいていくということが見て取れると思います。